言葉にできず凍えたままで。ごめんね、私はもうあの世界にはいないんだ。世界に一人きり取り残されている、そんな気がする。今はもう遠いあの日、僕たちは叶えられない約束をした。あかりとの約束の当日は昼過ぎから雪になった。ねえ、秒速5センチなんだって。桜の花の落ちるスピード。この先もずっと一緒だとそう思っていた。やっぱり少しちょっと寂しいです。寂しかったんだ。人は誰でもいつか必ずいなくなるものなの。僕はきっと君に会いに来たんだ。さよなら。土砂降りでも構わないと、粒濡れでも構わないと、しぶき上げる君が。ただ君に生きていてほしい。今まで生きてきて今が一番幸せかもしれない。27歳の私は15歳の頃の私より少しも賢くない。まるで世界の秘密そのものみたいに彼女は見える。目が覚めるとなぜか泣いている。そういうことが時々ある。見ていたはずの夢はいつも思い出せない。ただずっと何かを、誰かを探している。そういう気持ちに取りつかれたのは多分あの日から。あの日、星が降った日、それはまるで夢の景色のように、ただひたすらに美しい眺めだった。